それでは次に通訳試験対策の方に移りたいと思います。1番、通訳メモの取り方。でこれはメモを取っても良いということになっておりますので、一応メモの取り方について少しお話をさせていただきたいと思います。で通訳者にとって一番大切なことは何か。話者の話の内容、はい、内容をくるっと丸してください。そして話の流れです。内容と流れ、これを理解していただくこと。なぜか、後で話者の話を通訳するからです。でメモを取る目的はじゃあ何なのか。あくまでも話者の話した内容を思い出すための手段、手段をくるっと回してください。メモを取ることが目的ではありません。手段と目的を間違えないこと。3番、メモはキーワードのみを取ること。通訳メモは速記ではありません。これ稼いでください。速記をしたくなってしまいます。でもそれはしちゃいけないんです。メモを取ることに夢中になって話の内容が分からなくなっては意味がありません。メモはキーワードのみを取ることとし、はい、これ稼いでください。キーワードのみを取る。メモの取りすぎに注意、これが線ですね。文字数は少なければ少ないほど、はい、これも稼いですね。4番、メモを取るときのポイント勘どころ。固有名詞、数字、年号、日付などは、これは必ず取ってください。ここは取りましょう。前後の文章の関係に注意する。関係くるっと回る。And because therefore のように順接なのか、それとも but、however、nevertheless のような逆接なのか。前後の関係。文の構造に注意してください。話の流れ、どの主語とどの述語が対応するか。で主語、述語、くるくると丸してください。これきちんと理解しておくこと。でメモを取るときは箇条書き、あるいは矢印などを使うと便利ですよと。メモは何語で書いたらいいでしょう。メモは SL、スピーカーズラングエッジ、これはソースラングエッジとも言います。ステームロカモーティブ、蒸気機関も SL と言います。余計なこと言うな。TL、ターゲットラングエッジ、これとも言います。日本、自分が後で見て分かりやすい、これが線ですね。自分が後で見て、両者を組み合わせても良い、これが線ですね。適宜記号を使うことによって文字数を減らすことができる。これ下線です。文字数を減らす下線。これ目的なんです。まあ、記号の使い方、まあ、こんなのがある。で、ちょっと僕が今回付け足したのが、テレビ、ラジオの天気予報を、はい、くるっと回してください。で、ニュースもある。で、練習するとよい。最初は天気予報からでも良いので、実際に練習してみることが大切である。通訳メモはともかく習うより慣れるですと、はい、で私は中学高校の頃、まあ、英語中学校1年からの勉強、中学に行って初めてで留学とか海外で生活した経験って全くありません、今まで。まあ、旅行は しましたけど、で高校の頃にヒアリングの力をつけるためにはどうしたらいいのかなと、こう、まあ、いろいろな本とかも読んで、ファーイーストネットワークですね、これをこう聞こうと、聞いたらいいですよということで、This is the Far East Network News on the Hour、 こっちまで覚えてるんですけどもニュースなんです。でこのニュースの前か後ろに必ず天気予報がございました。
とこうあのオケーショナルシャワー、インミスアワーとかで、ミスアワーよく出てくる記事がありますので、ね、で、こう岩国とか基地のあるところのお天気が どうかみたいな時にね、こう、あ、オケーショナルシャワーってこういう時に使うのかなーなんてね、そうするとこうたまに、まあ、にわか雨っていうんでしょうかね、まあ、そんなことでしょうか、まあたまあ、ずっと降らないよ、断続的にってことでしょうかね。と最初はあれこう追っかけていくの大変なんで、だんだん慣れてきます、はい、これ耳が慣れてくる。でただニュースは政治から経済から世界情勢からあの極東放送って何でも出てきますので、なかなか難しい、はい、だから、最初はあの、まあ、天気予報ぐらいから始められて耳を鳴らすと言いますか、そう、あとメモですね。じゃあこう温度、数字が出てきます。温度がどうだとかっていうと、それをこう書き取れるかとか。私昔あの大阪にいた時にあの飛行機が好きなんですね。であのヘリコプター時々あの動画でお見せしてるんですけども、セスナ運転操縦したいっていうことは八尾空港にフライングラブに通ったことがあるんです。でなかなかあのタワーとあの管制と更新するっていうのは聞き取りにくい。一応僕は英語の先生、英語の指導をやってたわけなんですけども、まあ、決まった言い方ではあるんですけど、あの高さはあのメートルではなくてフィートを使いますね。であとはこう気圧がどうとかってタワーが言ったもの、必ずそれをあの繰り返してあの言い返さないといけない。と実は結構難しかったんです。それであの耳鳴らすために豊中というところに住んでいたことがあって、近くに伊丹空港があったので、ソニーの、 あの短波放送とかいろんなのが入るあのラジオを買ってきまして、であの航空管制が全部聞けるラジオだった。それは暇の時に寝転がってずっとあの聞いて耳を鳴らしました。だからそういう世界のあの言い回しというのは、まあ、大体もう同じようなことなんですけども、まあ、気圧であるとか速度であるとか、あるいは高さをこのくらいにキープしなさいとか、あとあの飛行場の中でタクシーっていうか、まあこう飛行機を動くタクシーのそういった使い方とかあれこれですね、まあヒアリングってやはりあの習うよりも慣れるだなと。でそうやめたのはある時に神戸沖で旋回の訓練を受けていた時に、同じフライングクラブのセスナが奈良に不時着したというニュースが入ってきて、であのインストラクターが上山さん見に行こうと、見に行こうって言っても神戸から奈良まで行くのに時間かかりますし、1時間当時3万6千円ぐらい の費用がかかった分ですから、もう今日帰りましょうって帰ったんですけど、後で聞いたら不時着って物騒じゃないですかって言ったら、あのガス欠だって聞いたんですね。これありえない話なんです。最初に乗るとき必ずセスナっていうのはあの羽のところが燃料になってます。これ見てから飛ばすんですけども、燃料がなくて、でどこに不時着したかっていうと、あのゴルフ場だったと。後から僕がゴルフやるようになってからそこに行かなかったことがどんなに残念だったか、ね、奈良の山の中でですよ、燃料なくなったんですよ。でセスナっていうのはなくなってもプロペラが止まっても実は滑空できるんです。でその間にあの、まあ、高速道路とかっていう話あるんですけども、まあ、あの安全確認して降りろって言うんです。だからこう降りたんです、奈良のね。ただその時に多分パー3のショートコースはちょっと難しいかなと。長くても200ヤード180メートルですとちょっと難しい。池とかバンカーがあるとあのドボンすると石川遼のようにダボになってしまう、まあ、パー4でもいいんですけども、しばしばドッグレッグになってます。こう曲がってますと降りたらいいんですけども、あの曲がらないんですね、飛行機と。そのまま突っ込んでしまう。
一番いいのはパー5のロングのまっすぐなところに降りることです。その場合池とかバンカーを避けて、でその時のキャディーさんはどんなにびっくりしたでしょうか。思わず、まあ、ボールがこう洗うところが飛んでくる時にキャディーさんはフォールって言う FORE、 なんか前見ろよって注意しろよってことですよ。ですですか。でパッと見たらボールではなくて飛行機がと、やっぱり大きな声でフワーって言ったと思います。ちょっと余計な話ございまして思い出したんです。次のページ行きます。通訳メモの例、日本、米国、イギリス。日本語の漢字で日米 A、 あるいはジャパンの J、 アメリカの A、 イングランドの E。 一番右はこれ国旗なんです。四角の中に点が1個、これ日照記、日の丸弁当ではございません。アメリカ星条旗、スターズ&ストライプス。まあ、ストライプ一つや二つやってみる、ストライプ、あのスターはですね、ストライプはもうやめましょう。それ書いてるうちに話がどんどん進んでしまいます。イギリス、まあこんなんでいいでしょう。じゃあ世界の国旗全部覚えるのか。それだけで3週間経ってしまいます。別に国旗のクイズに皆さん出るんじゃないんですよ。よろしいですか。はい、例えばの話、日本語の漢字でもいいし、頭文字でもいいし、アルファベットのあるいは国旗でもいいですよと。増加が上に行く、減少が下がる、まあ分かりやすい。変化はニョロニョロ、ヘビ、以上以下、原因、理由、結果、良いが丸、悪いは×、まあまあ三角、四角はダブルボギー、丸はバーディー、三角バーディー、あ、ごめんなさい、ボギーね、余計なこと言いました。はい、次のページ行きます。プレゼンテーション対策、今日の一つの、山でございます。はい、で実は今日のセミナーのために2週間くらい前からプレゼンテーションどうしようかな。どういうふうにまとめたらいいのかということが 4,5 日前まで立たなかったんです。ですから原稿ゼロなんです。大丈夫かな、日にちが迫ってきた、9日迫ってきた。でじっとこう考えて、あることに気がついた。まあ、そのことがやはりそれが分かってからは、あとはもう新幹線の望み子のような感じで一気にこの原稿が出来上がった。でちょっとホッと、最後の3日間はあんまりちょっと寝てなかったんですけど、まとめるのが大変です。はい、で最初に申し上げたいこと、これプレゼンテーションなのかスピーチなのかと。でなんでこんな問いが出てくるの。でプレゼンテーションとスピーチ、日本で、まあ、これどういう使われ方をしているかということなんですが、プレゼンテーションと似た言葉にスピーチがある。日本では一般的にプレゼンテーションとスピーチ、次のように理解されている。プレゼンテーション、スピーチも相手に自分の思っていることを伝える行為、これ下線、まあ、これはまあ同じかなと。しかしこの2つには決定的な違いがあります。それはスピーチは自分の思っていることを相手に分かりやすく伝えて理解してもらうことが目的、それで終わりなんです。それでいいんです。
プレゼンテーションは自分の思っていることを相手に分かりやすく伝えて理解してもらった上でそれに応える相手の行動を引き出すこと、これは課せない、それに応える相手の行動を引き出す、これは目的なんですね。なんか顧客に対してクライアントに対してコンペがあって自分の会社の製品であるとか企画を、まあ、売り込みに行くためにプレゼンテーションをしたりとか、あるいは上司に、皆さんが考えている、企画とか考え方、商品サービスについてこうしたらいいんですかどうですか、まあ、しばしばこうパワーポイントなどを使ってですね、まあ、これですからただ単に自分が思っていることを言うだけじゃない、相手に訴えかけて相手を動かすことがプレゼンテーションで、伝統的なスピーチとして知られるスティーブ・ジョブズのスタンフォード大学の卒業式でのスピーチです。これはスピーチなのかなと。ですからこれいろんなところでこのスピーチとプレゼンテーションという言葉が混乱して使われているという現状があります。その延長上にこの国家試験のこのプレゼンテーションという言葉が使われているので、おそらく皆さんもあこれプレゼンするんだ、プレゼンテーションプレゼンするんだと、どうプレゼンするのだかこうクエスチョンマークがあったんじゃないのかなと。で私自身がそれをこう分かんなくてですね、ずっともがいて1週間以上10日間ぐらい分かんなかったんです、はい、でスティーブ・ジョブズの件、死に直面した実体験などをもとにして彼は3つのストーリーを見てます、はい、死に直面した彼はがんで亡くなったんですけども、やはりがんの告知を受けて、で自分の心の葛藤、死についてという事柄も一つのストーリーにしました。で卒業生に対して最後に Stay Hungry, Stay Foolish という言葉で締めくくっております。これはスピーチと大体呼ばれている、英語ではあとアドレスという言葉も使います。アドレス、スペルは住所と同じです。アドレス、イノーギラスアドレスというと就任演説、大統領ね、イノーギラアドレス、イノーギラススピーチとは言いません。だからスピーチとかあとアドレスという言葉も微妙に違うんでしょうけどもね、はい、で多くの聴衆に対してあなたの人生はそれでいいのかと強烈な問いを与えて、人生に対して真摯に向き合う提言をしてるんですね。だからこれは優れて、まあ、プレゼンテーションじゃないのかなと。で実際スタンフォードの卒業生だけでなくて YouTube などでこのスピーチを繰り返し聞いた多くの人々は人生の岐路に立った時に今でも大いに参考にしていると。これ聞いたことのある方は手を挙げてください。はい、ありがとうございます。で彼のスピーチは、まあ、聴衆行動を引き出すという意味で、まあ、スピーチではね、プレゼンテーションかなと。まだ聞いてない方はぜひ聞いていただきたいと。で次、2番、プレゼンテーションのテーマでなくスピーチのトピック、話題が適切じゃないかなと。でこの試験のとこではプレゼンテーションのテーマの例題として下記の3題に示されている。京都の地理、地形、気候について、日本歴史の観点から日本の首都について、そして一般常識の観点から日本の人口構造で、次のページ、受験者は京都の地理、地形、気候について自分の思っていることを試験官に今話すと。これは、まあ、もちろん問題何もないですね。そういうことですよね。でもじゃあどうなのか、別に試験官に何か行動を引き出すことを目的に話すのではない。皆さんが京都の地理、地形、気候話してね、今これから紅葉も綺麗ですから夜なんかライトアップされますよ。試験官お二人、ぜひ京都に行ったらいいんじゃないんですか、なぜ行かないんですか、ホワイトン中高京都、そうだ京都に行こう
なんか JR 東海みたいな感じになってきますけど、別に Why don't you go to 京都という、なぜ京都行ってくださいということを喋る必要ないんです、何も。から日本歴史の観点から日本の首都について、まあ奈良、京都、江戸、東京と、まあ歴史的に話をして、首都はこうですよ。それで試験官にどうするかと、まあ、とりあえず奈良と京都行ってみましょうか。また行くんですか。JR は京都だ、そうだ京都に行く、奈良は入ってません、東京ここいるじゃないですかみたいなね、変な話になるね。一般常識の観点から日本の人口構造について、まあ、ピラミッド型から、まあ、逆ピラミッドみたいになってくんですけどとか言って、これどうするんですか、ね、何とかしましょうよみたいにね、試験官に何か言ってどうするんですか、言いようがないじゃないですか。でこれも外国人旅行者がこう強く関心がある事柄の例としてあるんですけども、そうかなみたいな、まあ、成田の飛行場降りてね、あ人口構造だって、あし人口構造、まあ、人口構造学会かなんかに出る方は別ですよ、まあ京都はいいでしょう、観光地ですから。まあだこのサンプル例題もなんか急いで試験官というか担当者の方が作ったのかなと、はい、どんな問題出るか分かりません、これちょっとおかしいじゃないかっていう内部的にあっても不思議ないですよね、この題はね、はい、本当は僕が試験官になったら一番いいんですけどね、なんかあんま及びないなんか悪口ばっかり言ってますとんでもないって言われるかも。それでは受験者が京都の地理、地形、気候について話す目的は何でしょうと、とね、いろいろと考えてこういうことが分かったんです。この試験のテーマは外国人観光客の訪日旅行なんだ。これ稼ぎてください。これ試験のね、いろんな目的とかなんとかのところにこういう言葉は出てくるかも分かりませんけども、プレゼンテーションのところにこれがテーマですって書いてないんです。これ隠されてる、隠れんぼしてたんです。僕見つけたんだ。見っけた。見っけた。はい、これが分かって一気に回答を書けるようになった。これを見つけるのに1週間以上かかったんです。それまでに1行も書けない。準備できない。すごい焦りました。今回こういう経験僕初めてなんです。講義講演するのに。3日4日前までにほとんど原稿ゼロだった。もうどうしよう、もうリンダ困っちゃう。で、受験者は通訳案内士、通訳ガイドの立場視点から外国人観光客の訪日旅行をテーマとして京都の地理地形気候について、あるいは歴史の観点から日本の人について、あるいは、まあ、一般常識の観点から日本の人口構造について話すことが目的であって、試験官の行動を引き出すことではない。だからプレゼンプレゼンって言ってずっと使ってた方は、あ、イントロダクションがまずいるね、注意をね、呼ばないといけないと。じゃあメインボディ、コンテンツがいるねと。コンテンツはいくつ作るかだと。最後はコンクルージョンだ。だねっていうのはどっかにあると、え、どうしよう、どうしようということになりませんか。その意味で本当はプレゼンテーションのテーマではなく、スピーチのトピックが適切な表現点だと、これ稼いでください。ですから与えられてるテーマというのは実はテーマじゃなかったんですね。単なる
スピーチのトピックなんです、試験官に向かってこうしてください、ああしてくださいということを受験者は言うわけではないじゃないですか。このことについてお話ししてください。テーマは何か、テーマは外国人観光客の訪日旅行ですよ。どんなトピックが出てもテーマはこれなんです。で、これでポジションが決まりました。ポジションが決まったらスッといきます。つまり受験者はそこにまとめました。通訳案内士ガイドの立場視点から外国人観光客の訪日旅行をテーマとして、これ不動なんですよ、これこの2つは。そして3番目に与えられた、まあ、向こうでいうテーマ、実は本当はスピーチのトピックなんですが、話題について話すことが求められていると。ここまでに至るのに10日か、まあ頭が悪いからだ、申し訳ございません。本当に分かんなかった、視点とテーマが定まれば、どのような問題テーマトピックを与えられても、おのずから望ましいスピーチを想定することができるだろう。はい、で次をご覧ください。それでスピーチの構成、一般的な三段構成、日本では起承転結などと言われて、この4段階というのも小学校中学校からなんか勉強したような、あの記憶があります。はい、で英語では一般的には、あの三段構成、ほとんどあのスピーチの構成っていうとこの3つ出てくるんですね。イントロダクション、導入で、メインコンテンツ、あのボディという言葉を使う場合もあり、ボディあるいはメインコンテンツ、単にあのコンテンツで、そのボディとかメインコンテンツっていうのはいくつかのサブコンテンツ、まあ一つの場合もあるし、2つ3つ4つ5つの場合もあるかも分かりません。先ほど あのスティーブ・ジョブズのスタンフォードのスピーチでは3つ挙げておりました。だから割と3つぐらいがこう多いのかも分かりませんね、バランス的に。はい、で最後がコンクルージョンでまとめと、しかし通訳案内試験におけるスピーチの構成はこれでいいのでしょうか、これかせん。もうここまで来るともう勢いついてきましたね。あのあ、見つけちゃった、分かっちゃったって言いますか、ね、なんかすごいね、快感でした。ここ考えて考えてこう袋小路に行って、あ、見つけたみたいな。はい、多分皆さん私の追体験をしていただけたら私はとても嬉しいと思います。で、私は次の2つの構成をお勧めしますと。で、最初から問題テーマ、まあ実はトピックなんですが、これが与えられているので、イントロダクション、導入の部分は不要となる。これ確かに不要となる。え、スピーチなのに、え、イントロダクション抜かしちゃうの。だってもう相手が導入してるわけでしょ、これについて話してよ、京都の地形について話してよって向こう言ってるわけですから、こちら側の導入する必要ないし、そのことに頭を使うのは無駄じゃないですか。疲れるで、ちょっと使うだけでもこの忙しい時にですよ、なるべくあのシンプルにあのした方が、まあ、楽と言いますか、間違いが少なくなる。だからバッサリこれ切ったんです。で、あれこれ私もあの回答をね考えながら、これ一段でいけないだろうかと。ほとんど一段でいけるんです、結果的には。とだからファクト、この場合は、まあ、メインコンテンツあるいはボディ、これすなわちファクト、何について話してくれと、トピックを話をしてくれと向こう言ってんだから、そのことについて話するっていうことは、その事実について述べるってことです。京都の地理、ね、地形、気候について話をすれば、それで終わりなんです。
人口構造話すればそれで終わりです、ね、あと首都、歴史的に首都話せば終わり。まあそれにもちろん付録をちょっとつけるんで、おまけをつけるんですがね、このその1の前にくるっと丸しといてください。できるだけこれで勝負 しましょうと、一段構成でできるだけ勝負をしましょう。その方がシンプルなんです。だから3つ考えるとね、30秒で何か題を決めるのじゃ10秒かかって、あとじゃ20秒で、はい、イントロダクション、ボディ、コンクルージョン、これだけでも疲れるじゃないですか。もう一本どっこ、水前寺清子で勝負、よしですか、もう一本どっこで勝負。はい、次、もういいですか、その2ですね、2段構成、ファクト、事実のみで2分間話せないときに、まあ、コンクルージョンといいますか、まとめといいますか、まあ、ちょっと付け加えましょうかって、ね、そういう感じ、はい、でこれですから1ファクツ事実があって、でファクトが、まあ、1つ2つ3つで、ちょっと最後に、まあ、コンクルージョンという言葉が適切かどうかわかんないんですけども、まあまとめと。体操 のオリンピックとかの演技ありますね、いろんな鉄棒があったりとか、アンパンがあったりとか、こう釣り輪があったりして、で最後こうくるくるくるっと回転して、パッとこう姿勢をね、鉄棒でもですよ、月面宙返り、ね、もうムーンサルトってくるるって、もうどうなってるのか、採点する人は分かってんのかなみたいなね、フィギュアのスケートでもですよ、あれこんな3回転なんとかトリプルアクセルとか4回転とか、僕見てても分かんない、何回転か分かんないんですね、こうくるくるで最後ふっとこうドタボタドタボタ、だから最後よければなんか全てよしみたいなとこあるじゃないですか、なんか途中なんかすごいドタボタしてこれなの、まとめが最後はふっ、よろしいですか、はい、でじゃあまとめってどんなポイントがあるのかなって次考えたんです。まずその前に前提事項、いいですか、もう一回ちょっと前提事項を確認しましょう。この試験の目的、通訳案内人に必要な知識および能力を有するかどうかを判定すること、で取材方針も通訳案内の実務に沿った、これ加算もう一回しておきましょう、レベル、これも加算にしましょう、実際のガイドとして仕事をするときに、ね、どの程度の内容のことを話すのかなと。だから外人観光客にですよ、その実務に沿ったということは、皆さんが通訳ガイドの仕事をするときにね、まあ、どの程度の内容を詳しく話せばいいの、専門的なことを求めてるわけじゃないんですよ、まあ、中にはそれは観光客の方、いろんな方いらっしゃるから、詳しく求める方もいるかも分かりませんけども、偏りがあったら、ね、他のお客様は迷惑します。ですから、まあ標準的なものっておのずからやはりこう出てくるじゃない、だからハトバスで皆さんがじゃあ東京都内観光もしすればですよ、まあまあそこ何十年も歴史がありますから、都内観光っていうともう決まったものがあるわけじゃないですか、それですよ、それそれです、はい、次試験方法、もうこれもう何回も見てますから、それも次行きましょう、はい、で合格判定もこれもさっき見ましたね、はい、で再度また受験者が求められていること、これもさっき、はい、確認しました、ガイドの立場して、でテーマはこれですよ、この1番と2番は不動なんです、皆さんがどんなテーマトピックを与えられても、この1番と2番は不動なんです、ここがね肝なんですよ、ポジションなんですね、で想定される
はい、コンクルージョンというのを僕なりにちょっと考えてみたんです。全部で4つ考えたんです。で最初はね、It is hope だったみたいに、まあ、将来になんか希望でつながるようなものなんかがいいのかなっていうんで、前に私の兄がね講演をした時の英語の原稿は私が作ったのを兄に渡して、それを彼がフランス語と英語をドイツ語の方にねこう直した。時はまだちょっと僕も未熟だったのかなと、はい、であれだけだと It is hope that でしか1本しかないと、あまたハロのせいとかみたいにね、朝から夕方まで It is hope that またハローだみたいなね、それあるんですよ。すき焼きとか天ぷらとか、日本辞書300選みんな勉強しますでしょ。とすき焼きっていうと、もうすき焼きザカインドビーサッチベジタブルオニオンマッシュルームと、試験官午前中で大体頭に入るんですね。で午後まですき焼き聞くと微妙に300選と違うと、ちょっと違うよみたいにね、もう300選頭入ってきますからね。そういうことあるんです。でも正しければそれは丸なんですよ。そうでしょ。でも試験官からすると朝から晩までみんな同じことを言ってるなって、ちょっとやっぱり不思議に思うかも分かりませんね。とはやっぱまあ種本があるのかなと、まあ、同じ本をね勉強してるんだなということ。でも正しければそれはそれで OK です。よろしいですか。ただ今回は新しい形式で、私がもし一つだけしかねなんかサンプルをあげられないと、みんなそれでいくと、それ異様ですよね。ですからそれを避けるために、今日また僕は新しい、これ明け方から9時10時にこれ作ったんです。今日ね持ってきたやつ、これ後で見てみますよ。昨日の方にこれ渡してないんです。だからYouTube 見てくださいって言うとメールを答えていけない。はい、じゃあいきますよ。まず個人的な観点からのコンクルージョン、ね、私は日本の外国語力専門知識を活用して外国人観光客のためにお役に立ちたいと思います。これまとめなんです、はい、何か一応話をしてファクトを言ってですよ。でそのファクトに対してこれで最後がまとまれば、これ御の字じゃないですか。ちゃんと外国人観光客の訪日旅行がテーマになってるでしょ。テーマは不動なんですよ。であと例として、私は自分の茶道、華道、柔道、相撲、伝統芸能の知識を活用して外国人観光客のためにお役に立ちたい。ここはね全部ねお役に立ちます。これ大体いいじゃないですか、お役に立ちたいということね。私は海外で現地の方から親切にしてもらったので、今度は私が外国人観光客を親切におもてなししたいと思います。まあ、こういう切り口。これだと、若干皆さんの中でバリエーションができた方がいいですよ。私はこういうことで、ね、ヘルプしたい。ですから、そうすると午前中から午後へ、夜までこう微妙にこうバリエーションができるじゃないですか。みんな同じものじゃなくて。で次ね、通訳案内士の観点からだんだん広げていくんだよ。個人ね、これ通訳案内士、次は業界で、最後は日本経済。この辺の発想が素晴らしいですね。いや今回僕はとても楽しかったです。途中から、4日前から。それまではもうだってまとまんないやと、3時間も取っちゃってどうしようという、本当にね苦しかったんです。一点突破で全面展開で、一点突破するとパッと開けてきて、はい、で、外国人観光客が日本旅行を心ゆくまで楽しんでもらえるように努めたいと思います。これもちろん個人が言うんですけども、日本の
ガイドを代表してといいますかね、なんかそういうちょっとこう個人からちょっとあれして通訳案内士としての私はみたいなね、で良いガイディングができるように通訳案内士同士で勉強会などをしたいと思い、これも全部前向きにポジティブに将来志向、よろしいですか、前向きからと将来志向、こういうふうにまとめると文章というのがこう明るく生き生きになってくるんです、はい、で今度業界な観点、2020年の東京オリンピック開催が決まったこともあり、もっと多くの外国人観光客が日本に来るといいと思います。もっと外国人観光客が分かりやすい案内標識、地図、メニューなどがあればいいと思います。だからさっき私が申しましたように、今日から通訳ガイドの立場視点に立ってくださいと、でそういう目でじゃあ新宿駅の中 の、 あのサインですね、これをちょっと見ていただくと、日本語のね分からない方があのさあ不便を感じることはないだろうかっていうちょっとこういう視点になるじゃないですか、はい、そういう原体験が大事なの、そういう原体験があると試験の会場でもそういう原体験を拝見してお話しすると言葉に重さが出てくると思います、はい、で次に、JLTO が運営する有楽町のツーリストインフォメーションセンターが銀座の反対側の外国人観光客がほとんど訪れないオフィスビル街にあることはおかしいと思います。本番ではこれは言わないと書いてみたかった。だって僕現場まで行ってなかなか見つからなかったんですよ。あれ YouTube でこれ見た方手挙げてください。あ、はい、聞いたんです私係の方に、あの何人ぐらいの方いらっしゃるんですかって言ったら、あまり来ないです、来る方はたまに偶然ここを通りかかった方か、前もって案内書をご覧になって訪ねてくる方だけですと。残念じゃないですか、観光庁今100億円の予算を取ってるんですよ。でそれでこう分かんない、前はあの交通会が有楽町 の、 あの JLTO の本部のあるところの6階か7階のなんか狭いところ、本当にそこに行くだけでもオリエンテーリングっていう感じで、もうわざと分かりにくいところになんで作るのかなと、また今回もだって銀座の反対側の本当に分かりにくい、猫も犬も来ないですよ。まあいいや、これ言っちゃダメ。日本経済、少子高齢化する日本にあって縮小する国内経済の活路の一つを観光立国に求めることは正しいと思います。外国人観光客を誘致するためにもっと海外に向けて日本を宣伝する必要があると思いますが、いかがでしょうか、国土交通大臣。だから一回あの予算委員会でねやってみたいんです。俺好きなんです、あの国会中継見てるのね。俺の方もっとうまく言えるのになみたいなね。あのもしあの国会に行きたいとあった時は、あの清き一票ぜひまたお願いしたい。現在の安倍政権の2020年のオリンピック招致成功もあって、自民党の支持基盤である土建所に対するばらまきによる旧来型の土建国家を施行しているが、これをやめていただきたい。安倍総理、明確なご答弁をお願いしたい。あの結構迫力あるな、好きなんです本当はね。でこれ言っちゃダメ、ですから観光立国でしたらね、このなんていうか、あの土建立国といえば僕とそれすぐに対照しちゃうわけですよ。ただ安倍政権も土建立国になってまっしぐら
猫まっしぐら、カルカみたいな感じでしょ。私たちガイドの代表がやっぱりこう観光立国にやっぱりこう持っていきたい、ちょっとやっぱりそこをやっぱ対義して、やっぱ予算委員会で首相と国土交通大臣やっぱ質問したい。で、今日は受付でお渡しした困った時の4段階対処法というのをちょっと、見ていただけますでしょうか。これはプレゼンテーションの最後の時にも利用できるし、あるいは質疑応答の時にも利用できるし、通訳の時はね、その通訳の聞いたものを言ってほしいんですけども、もう言えなくなっちゃった。なんか通訳なんか京都のことあだこうだ言ってるけどね、なんか京都 のお寺の絵を描いてたらもう全部終わっちゃったんで、どうしよう。バイザーウェイところアサイドフロム京都それってしかも俺って何聞いたんだろう、そういう使い方もある。残ったら終わりですよ、ね、通訳して日光で何でもわっと言うわけですよ。日光って言ったら皆さんすぐにね、陽明門がパッと浮かぶわけですよ。と陽明門書き出すわけで、こうやってでこのサルボ3匹いたなみたいにねあれは言わざる3匹書いてるうちにもう終わってるわけあれみたいな。とアサイドフロム日光取るんか、いや黙ったら終わりですお父さん黙ったら終わりですお父さん、ね、やっぱり何回言いましょうよって言った時に、この猿の話でもいいんですよ。日光には猿軍団というのがあって、ね、反省するんですよね何言ってんだ、黙ったら終わりです。何で今日は結構調子いいですよで、ですから第一ステップね、ところで話は変わりますか。このバイザーウェイと浅いところ、これはやっぱりきちんと覚えてください。すぐに出てくるようにね。で、中国語と今日いらっしゃってる方フランス語と、あと何か Google の翻訳でちょっと作ったんですけど、漢字がちょっとやっぱりパッと出てこないんですか、ちょっとやめたんで、本当は全部ねフランス語と中国語と今日参加の方のここに書こうと思ったんで、ちょっとできなかったんで、それはちょっとご自分でやってください。で、第2ステップね、2020年のオリンピックが東京でされますと、開催されますと、 The 2020 Olympic Games will be held in Tokyo で、ここね、アンドパラリンピックでつけたんですけど、パラリンピックで R と L、これパラリンピック R と、これやめた方がいいです。で、抜かしたんです。だから本当これアンドパラリンピックゲームズですよ。もうやめてください、ね、こうちょっと疲れるんです。だからもうWill be held in Tokyo、 あるいは富士山、もう今年はこの2つで勝負です。他のこと考えちゃいけない、あれこれ考えると疲れる。富士山が2013年に世界遺産に登録された。Mount Fuji was designated as a World Heritage Site in 2013. これですからね、もう通訳やってて、日光あだこうだ言って、なんか分かんなくなっちゃったの。ね。ね。By the way, the 2020 Olympic Games. え日光だ。なんでオリンピックお前言うの？いや、黙ったら終わりなんだよ。アサイドフロム日光、ね、マウント富士はデジグで
やたらここでスラスラこの人行くなみたいなねただね、向こうだって俺みたいな感じで乗ってくる、そんなもんですよ。あと勢いですからもう溜まったら終わりですよ。よろしいですか。それはサル行ってもいいですよ、日光で、まあ、あれ言いたいとね、他のこと全部なんかすっ飛んでしまったと。だったらもう言わざる、もう日光サル軍団のみですね、はい、黙ったら終わり。で次第3ステップ、訪日外国人が増えることが期待されている。And it is expected that more and more foreign tourists will visit Japan。 これはね不動なんですよ。にしたい、にしたい。なぜかオリンピックと富士山の世界遺産は外国人訪問者ができれば激増、かなり増える、そういうことが予想される、期待してるっていうところにすればふんふんと、この流れはね、ふんふんと納得しやすいじゃないですか。でこれは前向きで未来志向なんです。でこういう文章の方が受ける、受けるというか聞いてて心地がいいんですよ、はい。だから By the way、 まあ前はどんなね通訳のところかもわからないし、プレゼンテーションかもわからないし、プレゼンテーションの後の質疑応答かもわからないし、この3箇所で使えるの、これ特効薬です。これ実はね、昨日お出しできなかったの。というのは昨日までの準備でもうアップアップだったんです、私で3日ほとんど寝てなかったもんですから。で昨日のね方に約束したんです。もうここまで出てるんだけどもって言って、で後ほどで、これ一気に今朝方ですね、これが上がったということですね。で4番目、で最後まとめですよ。私は満面の笑みと日本のおもてなしをもって彼らをお迎えしたいと思って、 I would like to welcome them with my full smile and Japanese hospitality をもってなし。でこの時やっぱり大事なのはちょっと斜めに向いて左手でやるんですね。あのなんでこれニュースのこうやってこう斜めにやる、あの時はだいたいまっすぐしてましたけどね。あれ、どんな名前になってるんですか。クリスさん、え、クリスティンさんでしたね。だからこうちょっと斜めに行って、でそれをねこう真似するんですよ。そうすると試験官ほなんかえこいつやるなみたいな。いやそういうもんなんですよ。アピールするって言いますかね。これでも苦虫を潰したような感じでこんな顔してですよ。こう I'd like to welcome 来るな、まあ、これじゃ来るなっていう顔ね来てよっていう顔をね思って僕やっちゃうかもかね、これね、もう全然平気ですよ。あ、その人のでも性格によるかもかんないですね。僕がやるともう全く問題ないですけども、ちょっと僕とパーソナリティと違う方すると何だあれみたいになるかも分かんない。それで練習してください、家で家族の前でね、お子さんとかね、お父さんの前でね、ちょっとお父さん聞いてって、ね、お母さんちょっと聞いてよって言って、でこれでこうもうでいない、何もいや、あんまりいないと猫でもいいんですよもう猫でも犬でもいいからちょっとここにいろって言って、まあ、だって彼ら飯食わしてやってんだから、もうたまにはいいじゃないですか、ちょっと英語を聞かせるんだとかって。で、こう、猫、ふーって言って、おう、もう、軽く冗談みたいな。猫でも犬でもいた方が緊張するんです、多少は。いいですか、ね、まあ、人間の方がいいんですけど。で、次。私は自分の外国語力を活用して、外国人観光客のためにお役に立ちたいと思います。I'd like to help them with...Then enjoy their stay in Japan with my language ability. 私は自分の茶道、華道、柔道、相撲、伝統芸能の知識を活用して外国人観光客のために
お役に立ちたいと思います。I would like to help them. ここのね、help them enjoy。このあの enjoy はあの普通は通不定詞を使いません。まあ、使っても文法的に間違いじゃないんだけど、普通 help の後の動詞は原型ですから、help them enjoy their stay in Japan。これは丸暗記しておいてください。ここのページのものは全部丸暗記ですよ。はい。で、with my knowledge about tea ceremony。で、ここの後ろはね、tea ceremony であり、あの柔道であり、フラワーアレンジメントであり、ジャパンスタイル、ジャパニー、トラディション、まあなんかご自分の何かをここに入れてもらったりじゃないですか。これでバリエーションもできるでしょ。はい、その方がいいんです。私は海外で現地の方から親切にしてもらったので、今度は私が外国人観光客のためにお役に立ちたいと思います。I would like to help them enjoy their stay in Japan. インターンっていうのは、あの今度はっていうんです。それに変わってっていう、ね。いいですか？今度は私がっていう感じです。インターン。Since I was treated with kind consideration in foreign countries.でまあ、具体的に例えばこれがイングランドかも分かりませんし、ね、インディアかも分かんないし、あるいは他のね、あのカナダかどうか分かりませんけど、まあ、どこでもいいんです、フランスでもね。そういうあの実体験、これがあると皆さんの言葉に重さが出てきます。でオリジナリティが出てきます。だからこれ暗記するのはいいんだけども、それでとどめておくと、試験官の方はこれ1日に、今日私がこれでやると、あの YouTube までで1000回ぐらいはクリックされると思うんですよ。もう日本全国でこれみんなこれあの見るわけですから、そうするとあのいやちょっとみんなすき焼きが100人みんな100人同じように言う、じゃちょっとやはりご自分のオリジナリティをつけていただくと、まあ、そうするとより良いのではないかと、こんなふうに思います。はい。でちょっとここで、休憩をちょっと入れさせていただきたいと思います。